んにちは、レッドメモリーです。さあ、5人集まっての企画、久々ですね。拍手。さあ、今回はですね、久々の対戦企画ということで、ダンボールと布ガムテープを使って海を渡ろう。今回の船のポイントは、まずは沈まない。まずそれは大前提で置いて、あの下を浮かしてるんですよ、一番後ろ。一応ボートは乗ったことあるので、そこら辺の形云々は分かります。なので、とりあえず大前提は沈まない。とりあえず1位目指します。まずは沈まない、まずは沈まないこと。そこだよ。やっぱダンボールとガムテープだけしか使えない。それでどうやって沈まないようにするか。今回の意気込みは、まあ、沈まない。そこだよね。もういいからちょいアップしたいんで。まず他のメンバーは沈むだろうと思うから、まず沈まない作りですね。勝負ってことでスピードが重視されるので、先端を尖らせて、もうできるだけ推進力を促す。であと骨組み、やっぱみんな多分骨絶対作ってこないから、その骨がなくて漕いでて沈んでしまう。だから レッドクオリティで頑張りたいなと思ってます。やっぱリーダーたるものをここでビシッと決めてやります。まあ、まずは沈まない、もうこれ大前提ですよね。そしてやっぱみんな多分船を作ってくるはずなんですけど、まあ私はイカダ仕様ということで、もうみんなとはちょっとまあ一味違う走りをご堪能いただけるのではと思います。1位取っていきますよ。まずは沈まない、それから浮く。みんななんかね、1位を目指すとか言ってますけど、僕はまず浮くところから目標を頑張っていこうかなと思ってます。まあ選手にあるくまモンと一緒に向こう岸までたどり着きたいと思います。皆さんが立っているそこから向こう岸まで漕いでもらいます。まあやっぱモチベーション皆さん上げてほしいので、タイムアタックで1位を取った人には賞品として1万円プレゼントいたします。じゃあもし全員で沈んでしまった場合は、赤十字に1万円募金いたします。それでは順番決めじゃんけんいきます。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、よっしゃー。僕5番目です。はい、じゃんけんぽい、やー4番でじゃんけんぽい、よしよしよしじゃんけんぽい、よっしゃ。3番目でじゃんけんぽい、2番いきたいと思います。じゃあ5番いきます。順番はこちらから順番に漕いでいきます。やばい、おお待って待って、俺言いますか。救出会話何でした？バランス？バランス？乗り方最初の。船自体はあの沈まないあれ。沈まない。意外ともいける。調査を失格。いける。おー、生きよる。あ、これすげえわ。マジ沈めた。早い早い。早い。おお。いや、これな。沈みよる。やばい。この向こう岸をどこでもいいのでタッチできたら終了です。2分や2分おー OK 2分14秒おめでとうございます。1位っしょ、俺1位っしょ。2分14秒イエーイ、カット。よーい、いきます。よーい、スタート。さあ始めました。これ無理じゃねえから。いい、早い、早くない？全然早くねえよ。なんかまっすぐ進んでない、難しい。ちょっとオールっぽいしよう。いいよ、オールっぽい。さあ、とりあえずそれを手に、あー、これ終わったな、これゴールに近づいてますよ。はい、2分14秒うわー負けた、そうですね。タッチタッチ、はいよー、58秒。
でもね、僕はね、ロングライフで船でね、航海することができるので、まあ、長期タイムですよね。スタート。もうびしょびしょ、もうびしょびしょ。早いです。恐竜ってやつや。ボートでも何でもねえよ。抜いてるよ。いや、でも結構早い。まもなく3分7秒第2位でございます。よーい、スタート。あ、浮いてる。でも浮いてる。あ、でもまだいける、まだいける、まだいける、まだいける。失格でいいっすか。失格です。はい、ゴトさん、今回の範囲は船には問題なかったんで、ちょっと僕の重量オーバーかな。ちょっと体重が重すぎたね。今度次やるときは減量していきます。はい、ということでですね、レースをした結果1位は猫さんです。ありがとうございます。まあ、最初にも言いましたけど、ボート乗ってたんで、ある程度の波の抵抗やバランスは熟知してたと思います。はい、いちごさん見事2位になったんですけど、びしょびしょだったけどね。もし次があるとしたら、ちゃんとした船を作ります。自信満々だった3位の僕ですが、防御に徹しすぎたかなってのが範囲だったです。もう猫さんに、もう次回があるとすれば猫さんに勝てるように、今度攻撃タイプで挑みたいと思います。沈んだ2人ね。え？チョンさんの場合バランス、バランス、完全バランス。僕は沈んだけどね。手抜き工事や。ということでね、次回がもしかしたらあるかもしれません。これ実は収録1月のもう周り雪が降ってる時にやってるんでね、もう死にそうですね。やるなら夏がいい。夏がいいね。夏がいい。まあ次回はね、やるとしたら暖かい時期に挑戦したいと思います。それじゃあ皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので、ぜひぜひフォローお願いいたします。はい、下の概要欄に貼りますので、よかったら見てください。見てください。バイバーイ。おまけ特典、チョンさんがもう一回リベンジしたいということで。俺これマジでいけるよ。もうラメ、もう危ない。冷たい。倒れそうになった時にボールを使えばな。うわ、結構いいんじゃねえこれ。お、早い。いけるもん。行ってみる。もう満足しました。